カニ、パルサーは、カニ、星雲の中心部にある中性小星である。カニ、パルサーは、1054年に観測された、超新星、SN1054 で誕生した中性小星である。1968年に発見され、超新星残骸であるカニ星雲との関連性が、初めて確認された中性小星である。カニ、パルサーは33ミリ秒で自転しているパルサーであり。 一秒間に約30回転している。この周期で電波からガンマ線に至るあらゆる波長の電磁波を放出しており、かに星雲を可視光で明るく照らしている。膨大なエネルギーを放出しているので、かにパルサーは1日に38ナノ秒ずつ時点が遅くなっている。非常に強い X 線を放出しており、X 線点も音楽において時間のキャリブレーションに使われる。 カニパルサーを示すクラブとミリクラブは天体のエネルギーフラックスの単位として使われる。1ミリクラブは2.40から14ワットマイ平方メートルである。チベット空気シャワー観測装置で観測された空気シャワーから450手ブと史上最も高いエネルギーを持つガンマ線が検出された。カニパルサーのパルサーチェットによって千十五イブにまで加速された電子が 宇宙マイクロ波背景放射の光子に衝突して生じたものと考えられている。1970年に天文学者のカーティス・ミッシェルは、かにパルサーの特定のパターンを説明するために惑星の存在を仮定した。仮説上の惑星は質量が地球質量の3.28倍以上、パルサーから 0.3au 離れている。ケンブリッジ大学の八百ナノメートルの波長で、 撮影したかに、パルサーのパルス。かに、パルサーのチャンドラの X 線画像。ありがとうございます。